なぜ私が断食に取り組むのか、その理由をお伝えします。あさって8月4日から断食3日間に取り組みます。そこでなぜ私が断食に取り組むのかというその理由について3つのポイントでお伝えしていきたいと思います。ではポイント1つ目です。健康とこの体型をキープするためなんです。とても大事なんですね。なぜかと言いますと、この今手に入れたこの健康とこの体型があるから、私はやりたいことができているからなんです。このお仕事も大好きですし、もっともっといろんなことチャレンジしていきたいんですね。ですから例えばこんな私ですけれども、過去今よりもプラス10キロ太っていた時期もありましたし、またひどい体調不良に見舞われた時期もあったんですね。もう顔がもう2倍も3倍も腫れ上がってしまって、見にくくこう変形してしまった顔で過ごしていた時期もあったんですね。ですからもう二度とあのような状態にはなりたくないと思っているからなんです。ですからこの今の手に入れた健康と体型をキープするためにファスティングに取り組むんです。ではポイント2つ目です。デトックスです。これも大事なんですね。なぜかと言いますと、このファスティングをすることで知らないうちにこう溜めてしまった老廃物、有害物質をこうデトックスすることができるんです。例えば溜め込んでしまった有害物質、例えばこう空気中の大気汚染の有害物質であったり、農薬であったり、知らない間にこの食品添加物がこう入っていったり、でそうするとですね、その厄介なのはこういった有害物質というのはその脂肪の中にこう溶け込んで、いつまでもその体の中に居続ける性質があるんですね。そうするとなかなかその悪いものが体の外にこう出せないわけなんです。ですから私はこの体の中から有害物質を出すデトックスをするためにこの断食ファスティングをするんです。ではポイント3つ目です。免疫力を高めるため、これも大事ですね。なぜかと言いますと、このファスティングをするとその白血球の動きがですね、活発化して免疫力をですね高めることができるんですよ。ですから例えば今こういったコロナの影響、またその他ウイルスいっぱいですよね。そういったウイルスに私はもう負けない、絶対に私の方が勝つってもうね決めてるんです。そして勝って私はやりたいことをやりたいようにですね、今からもやっていくんだという思いがあるんですよね。絶対に勝つ。ですからこの免疫力を高めるためにファスティングをするんです。この以上の3つが私が今回ファスティング断食をする理由なんですね。さあいかがだったでしょうか。この動画の中でファスティング、断食とお伝えしてますよね。この、断食ファスティングにご興味がおありの方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。ご登録後いつでもご相談ください。またこの動画役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。